これはあかんわ。これはあかんわ。これはあかんわ。なんでスナックの。まだね、あと2センチぐらい上がりたい。割る？真ん中。割るしかないっすよ。いいです。成人どこ？成人どこ？ということで今日はですね、あのここで僕のあのトゥーカッターバイク用のですねステーを作ってもらってるんで、そのど進行具合を伺いに来ましたよ。これ真っ暗っすよ。真っ暗やこれ、ほんま。いやこんな時間までな、働いてくれてやってくれてはんねんで。ほんまありがたいこっちは。申し訳ないですね。うん、ありがたいこっちは。こんばんは。あ、こんばんは。初めまして。あ、初めまして。社長は？社長今ちょっとね、どこ行った？いや、ちょっとわかる。ちょっとだけやってってどっか行った。え、社長今日いたんですか？今日ちょっと来てちょっとやってたんですけど、うん、すぐどっか行っちゃいました。俺のバイクは今バラバラやん。これがそうですね。これをつけるためのステー作ってくれるのかな、ここでな。ですね、はい、そうだと思います、はい。ステーにするであろうものは置いてあるけど、これ進んでんの？一応少しはやってましたね、はい。いや、だからあの部下から見て、はい、この調子だったらどれぐらいでできそうなの？どうなんです、僕全然ちょっとタッチしてなくて、うん、ほんまな、4月の20日に納車やね。あ、そうなんですか、うん、やばいよな。そう思いますね、はい。これはあかんわ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 。ちょっとどこにおるのか、あのスローライフに聞こう。そうですね、聞かないとどうしようもないですから。スローライフどこにおるか聞くわ。うん、分かった。じゃあっちで後で電話する。電話しましょう、うん。もしもし、今工場の方来てんねんけど、いてないねん社長が。どこにおるか分かる？うん、なんでスナックの。どういうことや。とりあえず住所あの LINE で送って、行くわ。もうほったらかしやがな。うん、とりあえず住所もマッハで送って。はい。スナックの、スナえどこら辺ですか？近いんですか？近いの近いみたいな。行、うん、きます。もう言うてる間に LINE 来るわ。行きましょう、行こう行こう。行きましょうか、うん、突撃で。ここやわ、これ。なんか賑やかに盛り上がってるやん。ちょっと腹立つわ。ここなんだよ、これ。あのスローライフの社長が住所送ってくれたからな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なして、え、どうしたんですか？どうしたの？みんな、え、場所知ってるの？スローライフに聞いたよ。大変なんです。今それ。何も大変なの？何も。今日お友達飲んですよ。ちょっと息抜きで。いやいや、全然やんけ。お前工場暗黒やったで、お前。いや、まあちょっといい感じかな。今日はこっち来てへんやろ。ちょっとだけさ。大変だよ、お前。何やろ、ヘルニアでふざけた名前。いや自分と、まあ、オーダーマスク2人でやってるんですけど、ああヘルニアちょうど持ちで、ヘルニア持ってたんですよ。それでヘルニアショック。ヘルニアってなんで店2階やねん。ヘルニアのやつに一番高いの階段が。いやヘルニアの人でも重症の方は上がれないですけど、ああ頑張って上げてくれたら 10% 落ちる。何言ってんの。じゃあ明日からもみっちり作るよ、ね、ほんまに。今日はちょっと生き抜くよ。先生はちょっと飲みさいから。いらん。やですか、買うわ。作れよ。はい、やります、やります、大丈夫です。頼むよ。
ということでですね、茨城のあのブルービアードにやってまいりました。今日はもうカウル借り付けでしょ。そうっすね。もうステイはあの志村さんが、志村さんが全部やって、もう怒ったから、うん、ステージが怒ったから、わざわざあれも怒りに行って、あれから慌ててあのあれ行かへんかったらもうどうなってたかまだできてへんで、こうつける時にまたちょっとずつ踏み具合でやるからな。まあそうっすね、今また作業してもらってはるけど、ステイもまだとりあえずまだ貼り合わせなんで、はいはい、あとはシートを今日ほら合わせてもらって、はいはい、セッティングして、あとシートがどれくらいでいいか、今日はもう貼り合わせ作業やりましょう。トラブルなんだろうか、ちょっとカウルとマフラーが接触しちゃう。ああそうだ、うん、いやいや、これあれバイケンスでもダメだよね、外に出ちゃってる、その分これが干渉しちゃってこっちがターン今上がらないから、はい、クリアランスが結構地面との、うん、なすぎる。一番スマートなのはやっぱカウルをカットしちゃう、下もカットしなきゃなんなくなる。まあだから下とその前をちょっとえぐっちゃう、前をえぐの下アンダーエクパイ集合部ですね、はい、こちらをカットしてちょっと位置をずらすっていう、こうマップ、そうですね、真ん中で切るってことですか。今テープが貼ってあるところがあるんですけど、はい、うん、この位置ぐらいまでまずカットして、はい、まず液体がちゃんとすんなり入るんです。してこの位置を逆側に、逆側もスカスカすぎるので、はい、車を移設して修正って感じ、その方が多分大きく仕上がります、はい。なるほど、ここが当たってたマフラーの部分ね。そうですね、奥にも入る、当たってた部分、集合部ですね、はいはいはい、これをカットして、へえ、こっちに移植しちゃおうか。あ、そんなことが、はい、そうすれば今借り合わせですね、こっちも2箇所止めるか、どうですか。あとマフラーの部分、うん、あ、ほんまや、ね、まだね、あと2センチぐらい上がりたい、2センチ、うん、2センチぐらいこっちは上がり、そっち穴あってんの、こういうもう細かい部分はどうしてもね、これまたここに入らへんの、それはあのマフラーが当たってて、あ、いや、これが本当はもうちょい上上がってくるなくちゃいけないんで、そうやろ、この隙間ってことですよね、そう、で、もうちょい下がらなくちゃいけないんで、うん、そうやろ、 OK、 はい、もう一回再チャレンジですね、うん、はい、上がらないね、ま、当たっちゃってます、うん、当たっちゃってる、まだやっぱこっちがダメだ、あ、本当だ、うん、まだあと1センチ上がりたい、今当たるね、当たってる、うん、まだ当たってる、あ、まだ全然当たってるわ、だからもう液体の下っすかね、液体の下だ、ここが当たっちゃってるわ、ここだ、ここだ、ここだ、いや、ここが当たってる、え、ここが、ここが当たっちゃってる、ここが当たっちゃってる、うん、べったりだ、うわ、べったりだよね、うん、割る真ん中、割るしかないっすよ、これ仮組した時はクレーンでやってるんで、また会議が、また会議が開かれております。こういう時にはもう俺はもう全く役に立たんからね、志村さんこっちゃ、そうそう、邪魔しないように、今これも一応仮組が、はい、あとまあもうちょっと切っ切らなかとかあったりとか、はい、するけども、とりあえず今のところはほぼほぼそうですね、これまあ全体像はこんな感じで、めっちゃかっこいい、まあ、あとはこれから南さんのことシートを、シートね、いや、正面、うん、正面にとかめちゃくちゃかっこいいやんか、よくもテンション上がりますね、あ、もうそう言っていただけるともう嬉しい、はい、よろしく、まあなんか関節が見えてくるとね、
まあ、そうですね。こんな感じ。ナポレオンチックのやつだったら。これ中に三角も。いけそうですね。ナポレオンチックのやつ。いや、ここに三角も見ない。ただ三角。これはもうちょっと聞こえたらもうどん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 話が膨らんでる。まあでもそこに三角に未来いるのはありかもしれない。ちゃんと喋り出したら。いいですね。あれ突き抜けながら4000だけすればバイエンド入るもんね。そうですね。あ、だっていいじゃんね。これありだね。これ今の。え、これバイエンド。これいいよ。へえ。今からシートを合わせる。そうですね。はい。ちょっと3センチ。よく一般的にヘレンさんとかで使われるサイズですね。はい、シングルシートとか。これちょっと今長めにあるんですけど。はいはい。はい。いや、薄い方がかっこいいと聞きました。うん、はい、じゃあいいですか。はい。どう？どう？どう座った感じどうかですああ、ケツは痛くなかったけど今この太ももの付け根が痛かったああ、釣るとこやったよく釣るんでバイク乗るときこれをもうちょっと薄くしてゲルですよねそうですね、お尻の当たる位置をちょっと確認するはい、はい、よいしょ後ろに折った方がいいよな、俺でかいからいや、ただ顔がこれ実際作るうん、そうやろいいですじゃあもう早速はい、お願いしますこれバックであと2000回うわ、めっちゃかっこいいやん多分イメージいいっすね、これほんまあ、すいませんもう10、最高最高めっちゃかっこいいなこれついてもうこれワクワクが止まらへんのこれ、まあ、ワクワクが、ね、ワクワクがワクワクがこう止まらへんの自分もなんか胃のキリキリが止まらないそうそれはずっとやつ、ね、すいません引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします楽しみにしてます